毎日健康配合生活やっていきましょうと言いたいところなんだけど、またちょっと取り方をミスってね。とりあえずトロルボンバー、ギーグハンマー、こいつダーストラゴンがギーグハンマーになったわ。で、死神貴族を作りましたよと。なんなら、低い鳥とホークブリザードを配合すると、二次クジャクってのになるっていう知識が、俺あったの、モンスター、違う、テリーのワンダーランドの知識があったから、それをやったんだけど、二次クジャクにはならんかった。なんなら他の普通のモンスターになったよって下りも取れてなかったわ。レベル36、ランク C、アイアンクック。ヤンクックの親戚か。え？おー！爆発するんだ！すげえ！ん？しかもやるぞこいつ！うわ！え、待った！こいつめっちゃがてえ！他のモンスター 100% 余裕でいくのに！爆弾岩がなんでそんなに重要なポジになってんの？しかも76も MP 持ってかれたんだけど。バギクロス！強くね？待って。一匹だけなんか物理攻撃なのに軽くおかしいやついたな、今。あー、メガンテだ、しかも。当たんねえわ。でも死んじゃうよね。なにこいつ、そんなに、そんなに仲間になりたくないの？え、20% だ！なんで？お肉大好物なんか？よし、来たー！ランク38じゃなくて、レベル38、ランク D だ。あー、守備力がめちゃくちゃ高いんだ。へー、スキルダイナマイトだって。ヘイ、アンセイス、待てだねー。あれを使って、コアへと乗り込むでーす。なんだ、コアって。さあ、早くミーにライドするでーす。俺のものにはならないんだ。オーケー、ではでは飛びます。しっかり捕まってるねー。フィリピンパブかな？なに？なに？飛行ライド習得してない的なあれじゃね、これ。怖い？どうしちゃったね。なんでミーに乗れないんです？おーの、もしかしてアンセス空中ライドをユーズできないですか？ノープロムでーす。きっとブレインでもヒットして忘れてるだけね。心配はナッシング。こっちまでフォローミー。前みたいにバーチャルコロシアムで空中ライドを覚えてくるでーす。アンセスならちょろいもんのはずね。頑張るでーす。グッドラック。来た。これであれだわ、A ランク習得すれば、サンマスモンスター乗れるようになる。おーっと、知らない子がいるな、左に。あ、しかもこいつもあれだわ、地獄の鎧だ。あれ、地獄の鎧ってさ、あれじゃなかったっけ、赤じゃなかったっけ、乱心仲間へ。あー、攻撃力増加して混乱するやつね。待って、超強い。これトロールの方はやばいかもしんない。やってくれるか、全部お前がやってくれるか。トロル、なんでお前パワー型なのにそんなに弱いの？あかんでしょうがよ。おう、あ、あいつドラクエイレブンにいたやつじゃん。ドラクエイレブンからかはわかんないけどさ、バロンナイト、ドロドロマントル。待って、マンモンさん、おい、ゾウゾウゾウがいるぞ。マンモンってなんか色違い系ないのかなっていう謎の俺の中で特別感あったんだけどな。違うんだ。で、これはライド合体はブースカの方にしよう。よいしょー。暴走期間73、痛えな。ただこれでマヒアドを打てばテンション5だから、かなり
入るはず。なんでメラゾーマなんだよ、バカタラや。バカタラ。来た、雷雲将来。ね、これ雷雲将来やばくない？そして自動 MP 回復。マジで。トロール、お前はちょっと、出しゃばんないでくれ。捨て身。捨て身が17だよ。バギクロス。雷雲将来。つえ。雷雲将来だけ打てばいいじゃん。80ぐらい消費すんのか、MP。それが問題だな。あ、二軸弱！これ二軸弱だよ！こいつこいつ！俺が作ろうとしてたの。二軸弱だ！あー。てか俺入れ替えもできないんだ。頑張れ。いや、出た身代わり。これが強いんだわな。凍える吹雪。さよならトロール。やれないか。真空切り。傷を癒すっちょ。暴走期間は毎回発動なんだね。うわー、このパーティー練られてるね。自動 HP 回復。やべ、ここに来てまともな戦いできるようになったな。雷雲将来。え、めっちゃ強いやん。一番経験値だ。だがトロールはもらえないと。スターキメラいらねー。ゲットしたことあるモンスターはいらないよなぁ。なんだこれ。ちゃんと配合したやつ渡せよ。野生さん、野生さんどころじゃないな。生まれたてを俺に渡すな。あ、すごい！こりゃ便利だ。これで空中にいるモンスターも簡単だったね。低い鳥とかホークブリザーとか高いからさ、なかなか当たれないんだよ。おぉ、すげえすげえ。もう天井余裕だわ。超上空にいるだけの、違う、超上空にしかいないモンスターとかいるんだろうな。ワクワクしてきたわ。バーチャルコロシアムから出られる前にあなたにお伝えしたいことがあります。実は、生様がここを訪れたのは初めてではありません。急にどうした？かつてあなたは A 級ライセンスを持ち、仲間たちと共にマザーと戦ったのです。しかし、あなたは破れ、記憶を奪われて、楽園という空間に閉じ込められた。そして仲間に救出され、あなたは再びこの島にたどり着いたのです。そう、時は来ました。なんだこいつ急に。なぜアンセスと呼ばれるのか、あなたの使命は何なのか。レジスタンスの秘密基地に行けば全て明らかになるでしょう。ただのコンピューターじゃないんだ。エルピス山の西側にある、なんだっけこれ、峰じゃなくて、これなんだっけ、峠じゃなくて、なんとかにその秘密基地は隠されています。バーディー、彼の力を借りればその高さまで飛べるはずです。彼女が、レテーナが待っています。行ってください、ナマ様。レナーデか。ついに来た、あの女。おお、戻ってきたね。空中ライド覚えてきたです。先にレジスタンスの秘密基地へ行きたい。そんなものがあったですか。あっち側の山まで U を乗せて飛べばいいのですね。すごいところに基地あるね。やっぱあんくらいじゃないとな。オーケー、ミニ乗るです。しっかり捕まっててよ。扉になってんのかこれが。さあ着いたね。秘密基地とやろう、探してみるです。探すも何もこれだべ。これしかないもん。お、何か見つけたね。逆にお前はその第三の目でもう見つけらんなかったのか。やめた方がいいよ、名三個。意味ないから。What？ わあ、来た！これボスじゃないの？かっこいいなぁ。黄色のメタルドラゴンって名前なんだっけ？適正のモンスターマスター反応あり、タイプアンセスを確認、捕獲する。どうやら逃げしてくれなそうね。やっつけないとどうにもならなそうです。お、いきなり？もうボス？戦ったばっかなのに？なあ、ボスの BGM だ。デスバーン。これちょっとさっきのザコですら強かったからな。結構強そうだね。まあ、雷雲将来、半減しやがる。まあ、とりあえず撃ってみるか。半減しても強い説あるよな。で、君だよ。アンカーナックル。最後に動いて敵に大きな物理ダメージを与える。三河四脚、自分が物理呼吸をかわしやすくなる。
アンカーナックルかな。そもそもこいつ特性で多分動き遅いんだよな。プレッシャー、え？これで半減なの？やばいわ。あーでもその代わり2回行動しかできませんよと。アンカーナックルなぜそんなに弱い。お前はそんなの、そんな子にそらせた覚えないんだけどな。はい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 。雷雲将来2回撃てよ。一旦に、あ、ギガでいいんだ。フォー。一旦に1回までなのかね。トロールがしっかりと死んでいく。強ボディ。強ボディ強いよね。問答無用で変わるんだもん。死神貴族行くぞ。初陣だ。え？あ、そっか。じゃあやっちゃいますか。やっちゃいますか。おーい、ちょっと取っておきたかったんだけどな。もう使うことになっちゃうか。4枠。混合烈海山。敵全体に地形と重力系の物理ダメージを与える。HP が減るにつれ与えるダメージが増える。地形と重力系、普通って書いてあるな。いや、弱っ。OK！あー、こいつあれか。なんか特性で、お、チゴスパークだ。特性で多分あれだ、でかすぎだろ、サンマスモンスター。特性であれ覚えてるわ。なんだっけ、会心の一撃出やすいんだけどミスしちゃうやつ。ギガマホトラ。敵を選ばず MP を4回奪って自分の MP にする呪文。でも消費 MP165 なんだ。なるほど。諸刃斬り。あー、自分が受けるやつか。呪詛の声、強力な呪い効果の一機。あー、いっぱいあるけど技自体強くないな。やばい、どうしよう。普通に攻撃打ってた方が強い説あるな。毎ターンプレッシャーか。いやー、これ砂煙何？サンマスモンスターだから。なんか攻撃の後にほら砂煙があるんだよ。メタバニ。さすがに混乱しないでしょ。え？した？してないよね。ちょっと水流切り打ってみようか。水系の剣技弱いこいつ俺これワンチャン負ける説あるよね。硬すぎない？そもそも攻撃当たんないし。ギガデイン。相手の MP つけるとかないのかな。まずい、負けちまうぞ。どうする？回復技あったっけ？あ、ホイミあるね。200か。次、ベホマラーも打ってみるか。ベホマラーって全体回復技だから、なんかあんまり回復しなそうだけど。多分、ベホイミの効果が全部、3体になるみたいな感じだよな。3マスモンスターやばくない？ 2 マスモンスターとはレベル違うよな。ベホマラーと。400。あー、200か。ホイミと変わらん。てか、あー、倒したわ。配信の一撃でも102か。強くなってきたな、デキ。まあ、レベルが低いというか、俺のモンスターが弱い。合体しないと、まず、歯が立たないんだよね。機体の損傷率が 60% を突破。戦闘機能の停止を確認。やったです。これで安心して秘密基地に行きます。重要なデータをコアに転送します。エネルギーを通信装置に。ああ、最後の力を振り絞った。強モンスターの鏡。グレイト！さあ、アンセス、早くさっきの入り口を調べるです。隠されているドアにアクセス。マスターキーでロックを解除します。おお、本当にゲートがあったね。アンセス行ってみるです。これがメタルドラゴンじゃん。勢い A ランク。え、狭すぎる。どんだけでかいんだ。え、
ちょっと待って、え、これで狭いんじゃもう。どうにもなりませんでーす。いや、なんか普通に基地に基地にモンスターいるでーす。ただここなら乗れそう。乗れない。待ってくれ、俺が思ってるよりも全然サイズがもうレベチなのかもしれん。テイムするでーす。ほーん、まあ、サイズ感あるだけはあるな。なんでこの子こんな攻撃力低いんだろう。燻製肉あげるでーす。あー、こいつは 5% だ。やっぱりなー、全然モンスターによって好物が違えんだなー。あー、行く行く、これは行くでしょう。行かないでーす。もう一個燻製肉あげまーす。いや、もうこれは行ったろ。もう行ってくれマジで行ってくれ。こんな俺みじんも愛着わかねえさー、見た目のモンスター使ってんのにさー、全然こいつ好きじゃないねん俺。ただそのテイムの確率が上がるってだけで使ってんのに、なんでこいつはそういうことするん。いったっしょ、もう頼むよ。よし、ちゃんとお前守れな。ルールはレベル38ランク C サウルスロード。したら今回はここまでだな。ちょっとね、合体以外に手立てがなくなってきたから、メタルマップ俺一回も行ってないじゃん。多分あれメタルスライムとかでレベル上げができるマップだから、次回そこ、それからやろう。さらば。